はい、出世をすると友達が減るという記事が出てましたね。何でも職場でこう友人関係にあってもですね、片っぽがこう昇進してしまった場合ですね、まあ急に職場の仲間がよそよそしくなってしまったりとかですね、あと取り残された方は、嫉妬心が芽生えてしまったりとかね。で、嫉妬されて気分のいい人はいないですから、やっぱりその上司になった人もその部下に対してね、不信感とか、それとか警戒心なんかが出てくると言うんですけども、まあわかる気はしますけどね。ただあれですね、嫉妬するくらいだったらね、お笑いライブに来て大いに笑った方がいいと思いますね。そう、そっちのネタ見ましょうってね。うん。まあだけどね、こっからはね、僕独自のルートで仕入れた情報ですけどね、一番芸能界でこういい友人関係をこう保ってる人っていうのはね、タモリさんらしいですよ。うん。やっぱね、長年いい友とね、関係があるということとね、まあ仲良すぎてですね、クラブ活動もしてるみたいですね。ねずっちです。なんてね。ではまた。